皆さんこんにちは。ありがとう日本。今回の話は縄文人が鍋料理が大好きだったというお話になります。この鍋料理につきましては縄文中期以降ですね、縄文式土器の底が平らになるんです。で、底が平らになってこういう形の縄文式土器が登場するようになってきてから、まさに縄文人たちが鍋料理を楽しむようになったと。だいたい今から何年ぐらい前かというと8000年ぐらい前にはすでに鍋料理が盛んに行われていたんだといったようなことが明らかになってきたというお話になります。で、これね非常に面白いんです。っていうのは我が国の学会においてある発表がされたんですね。で、何の発表かと言いますと、日本人がお箸を持つようになったのは6世紀の中頃の仏教弘伝の時以降であると。それまで日本人というのは全くお箸を使うという文化を持っていなかったんだ。箸を使って物を食べるという文化を教えたのは半島の方々であると。で、半島の方々がじゃあなぜお箸を使うようになったのかというと、チャイナから伝来した。で、進んだ文明を持ったそのチャイナの文明をいち早く半島で取り入れて、で、そのお箸を使ってご飯食べるもんなんだよ、お行儀よくしなさいねということを、それを我々半島の民族が日本に教えてやったんだ。だからそれまで日本人というのは全くお箸を持つ文化がなかったんだという発表が、まあ、なされたわけですね。これに対して我が国の学会も、あ、なるほどそうかもしれないという話になってきちゃった。で、なんでそういう話になってくるかというと、近隣諸国条項といいまして、我が国の歴史認識はチャイナコリアに配慮しなければならない。したがって主導権はチャイナやコリアにあるんであって日本側には主導権はないというのがなぜか政治的に取り決められているといったようなものが背景にあるわけです。これが非常に面白かったのは、6世紀の中頃ぐらいになって、まあ、西暦で言ったら550年前後の時代になって日本人が初めてお箸を使うようになった。まあ6世紀って言いますと、もう飛鳥時代に入るわけですよね。で、その前の古代大和朝廷の時代ですとか、いわゆるまあ古墳時代ですとか、あるいはその前の弥生時代ですとか縄文時代ですとか、日本人は全くお箸を持つということがなかった。手づかみで物を食べていたという話になってきたわけです。ところがそれとほぼ時を同じくして縄文時代の土器の内側についている若干の食べかすから縄文人が何を食べていたかということが、これが判明した、まあ、最近あの科学捜査の手法なんですね、ごくわずかな微物から一体どのような料理がされていたのかということが今分かるようになっているわけです。すごいですよね。まあ、主としてこれは学術的というよりも犯罪捜査なんかでまあ用いられると、幅広く研究されているという分野ではあるんですけれども、その手法を用いて、科学捜査の手法を用いて縄文人たちが何を食べていたかということが研究された。結果として縄文中期以降の人々はなんと鍋料理を食べているということが分かってきたわけです。その鍋料理がね、行うことができるようになったっていうのいうことは、これは縄文式土器の進化によって分かるんです。で、どういうことかと言いますと、初期の頃の縄文草創期の頃の縄文式土器っていうのは、そこがとんがってるんです。こういう格好してるんです。なんでこういう格好してるかっていうと、半分土に埋めて使わなくちゃいけなかった土器を、こういうね、まあ壺ですけども自立しないんです。なんでそんなことしたのかっていうと、初期の頃の土器っていうのは野焼きといいまして、焚き火の上で土器を焼いたんです。で、粘土をこねて形を作って、それを焚き火の上で焼く。焚き火っていうのはのっぱらで行いますから、風が吹いてきます。風が当たるところが、ね、焼いてる最中に風が当たるところが冷えてくるわけです。したがって土器全体の温度がなかなか上がらない。あの、なんでそもそもその粘土を焼くのかっていうと、粘土の中に含まれている水分を飛ばすことによってカチンカチンにするわけですね。で、ところが温度が十分に上がらないということは水分が飛ばないわけです。で、出来上がってからだん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 水分が抜けていく、乾燥して、すると何が起こるかというと土器から水が漏る。要するに土器がまあある意味ザルのような格好になっちゃうわけですね。水が漏ってしまう。で、そこでやむなく
半分土に埋めていろんなものの保存用として用いていたっていうのが初期の使い方になります。ところが土器をやるとき焼くときに焚き火の上で焼くんではなくて、焚き火の上だと風が吹いたら火の粉が散ってしまったりですとか、あるいは焚き火自体が消えてしまったりするということもありますので、焚き火の周りを石で囲うようになるんです。焚き火の周りを石で囲えば当然風が当たりませんから、まあ長い時間燃焼させることができる。で風を防ぐためにどん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 その周りの 石垣が高くなっていきまして、しまいにこう高い釜のてっぺんに蓋をするようになる。すると小さな釜が出来上がるんです。でこの釜の中で木を焼いて、で焚き火をして、で、まあ熱を起こすわけなんですけれども、この木を燃やしていたという時代から今度は木の燃えかす、木の燃えかすが炭になりますよね。で木が燃える温度も炭が燃える温度もあまり変わりはないんです。ところが炭の場合ちょっと面白いことがありまして、炭が燃えてる状態の時にこうキュキュキュと炭を吹きますと、そうすると炭が真っ赤になって怒るんです。これはキャンプかなんかやったことある方だったら経験があって分かると思います。炭が真っ赤になります。真っ赤になった時の炭の燃焼温度というのは普通に木が燃えた時の倍ぐらいの温度になるんです。つまりこの釜ができて、釜の中で炭を焼いてで土器を乾燥させるということをやりますと、釜の中の温度が大変に高温になってくるんです。だいたい何度ぐらいかって言ったら800度ぐらいで、水分が飛ぶようになってくれれば土器は水が漏らなくなりますので、今度は土器の底を平らにしてね、この底を平らにすることによってちゃんと自立して置くことができるような土器に変わってくるわけです。さらにこの自立した普通のこういうあの底の深い形の土器から今度は底が浅い、今でも皆さんのご家庭で用いられているお鍋のような平底型の土器も生まれるようになってくる。この平底型の土器の場合は中にお水を入れて、お野菜を入れて、さらにお魚なんかを入れますと、お魚の切り身ね、なんと海鮮鍋料理ができるわけです。そこでさっきの冒頭のお箸の話になるんですね。グツ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 煮えているお鍋でお箸がなかった、じゃあ鍋料理を縄文人はどうやって食べていたんですかっていう話になるわけです。グツグツ燃えている時に手を入れたら 手が大やけどしちゃいます。つまり何らかの形で棒状のものを差し込んでこれで食べなければならないということになるわけです。この時に用いられていたお箸というのが、これは五香室の祭祀で今でも行われているんですけれども、トングのような形をした古代箸、あのお箸って、まあ、2本の棒なんですけども、このお尻の方がつながってる、こういう形ね、のお箸を使って、それで食べ物をつまんで食べていたということが分かってる。で、この古代箸というものを、いうものが相当古い時代から使われていたであろうということは、これは新嘗祭なんかのその しきたりを見ますと分かるんです。新嘗祭っていうのは、天神地域の神々を皇居にお招きして、で天皇陛下が天神地域の神々と一緒に今年できた新穀を召し上がるという、これは神事になります。御皇室祭祀、皇室祭祀といいますね、になります。でこの時に陛下がどうやって新穀で炊いたご飯を召し上がるかというと、ご飯を柏の葉っぱによそうんです。葉っぱによそうんです。なぜ柏の葉っぱかというと、柏の葉っぱっていうのはちょっと熱くて、で熱いものを乗っけてもなんとかこう手で持っていられるような状態になったりするわけです。で、あの柏餅ってあるじゃないですか、あの柏餅に使う柏の葉っぱです。柏の葉っぱでご飯を食べていた時代、一体どのぐらい前から続いたんだろうかっていう話になるじゃないですか。でこれはやはり相当いわゆるお茶碗のようなものが生まれるよりももっとずっと古い時代から続いていた習慣であったんではなかろうかということが、また自然とここから見えてくるわけですね。でそうすると今度はお鍋から取った食べ物をそのまんまお口に入れたら、熱々ですからお口の周りが火傷しちゃいます。必ず一旦お鍋から取ったお料理は取り皿に受けて、でそこでふ
と吹いてお召し上がりになるわけですね。取り皿が必要になるんです。さてこの取り皿、何を使っていたか分かりますか？これね、いろんなところでお話ししてるので、もう知ってるよ知ってるよっていう声がもう聞こえてきそうなんですけども、実は貝殻を使ってた。二枚貝っていうのはこんな小さな貝もあれば結構大きなこのぐらいの貝もあるんです。特に月見貝なんていうのはちょうど直径10センチぐらいでまん丸い形をしています。取り皿にもってこいなんです。まあ、そんな形で、縄文時代の人々はなんと鍋料理が大好きだった。つまりお箸を使っていた。そして小皿には貝殻を使っていた。でさらに、鍋料理っていうものは、まあ、真ん中にね、いろりがあって鍋を置いて、でその鍋の周りをみんなで囲んでお食事をいただくわけなんですけれども、でも鍋だけではなくて、せっかく取っておいたお豆ですとか、ね、煮豆のようなものを一緒にいただいたりですとか、あるいは青い葉っぱをそのままいただいたりとか、さまざまなおかずがある、他にもおかずがあるわけです。このおかずは何に盛り付けたか、やっぱり貝殻なんです。で貝殻っていろんな形がありますよね。そのいろんな形に合ったようなお料理の盛り付けをする。この伝統、今でも日本料理にしっかり残っています。日本料理といえば小さな小皿にちょっとずつ料理を盛り付ける、こういう習慣って今でもありますよね。あの小さな小皿、一枚一枚の小皿がみんな形が違ったりします。柄も違っています。なんでそんな厄介なことをするのか、ややこしいことをしているのか、世界の料理見てください。みんな同じ形の、例えばフランス料理であればみんな同じ丸いお皿です。それしかないです。お皿の一枚一枚が全部一個一個形が違うなんて、そんな厄介なことしてないです。日本人はなぜ一個一個の小皿がみんな形が違うということにこだわったんでしょうか。あるいはほんのちょびっと、本当に一口で食べきれるぐらいのものをちょっとずつ盛り付けるようなことをどうしてやったんでしょうか。これ縄文時代から続いている貝殻を使って食器の代わりに使っていたこの時の名残なんです。縄文時代と現代日本というのはちゃんとつながっているわけです。だから歴史学会というのは基本的に過去の事実に基づいてそれをストーリー化していくという学問にはなるんですけれども、ただ考古学的な新しい発見がありますと、今までの学説、積み上げた学説っていうものが一瞬にして崩壊して全く新しい事態に進んでいくということが結構起こったりします。この辺が学問の世界の大変に面白いところなんではなかろうかというふうに思っています。でせっかくなんでもう一つ申し上げると思うんですけども、皆様チゲ鍋ってご存知ですかね。韓国料理で美味しいですよね、チゲ鍋。海鮮チゲ鍋があったりとか、あるいは赤だし系のチゲ鍋があったりとか、韓国料理といえばなんとなくもうチゲ料理といったような、そんなイメージを持っていらっしゃる方も多いんではなかろうかと思います。この実はチゲっていう言葉なんですけど、あれって韓国語で鍋っていう意味なんです。だから我々日本人がチゲ鍋チゲ鍋言いますよね。それ鍋鍋鍋鍋って言ってるのと同じなんです。チゲ料理、いわゆるお鍋料理、これは実は朝鮮半島においては歴史が非常に新しいものです。どういうことかというと、日韓併合がありまして、この時にたくさんの日本人が朝鮮半島に渡って、で効率的な農業なんかの指導をしてるわけですね。あるいは立派な建物を建てる、お役所なんかの立派な建物を建てるという時に、残念ながら半島にはその技術がなかったんで日本から技術者が行ってるわけです。あるいは今まで学校ってなかった、そのなかった学校を日本が入って半島中至る所に学校を作っていった。その学校もやっぱり先生がいないということで日本人の教師がたくさん渡っていったりもしていました。日本人といえば何が好きだって、鍋料理が大好きなんです。それで地元の人たちをたくさんお招きして自宅で鍋料理を皆さんに召し上がっていただいたりした。当然これ何の料理ですかと聞かれる。で韓国語で鍋のことをチゲって言うんですね。でそこで、あ、これがチゲなんだということで、お鍋という意味だったそのチゲという言葉が結果として鍋料理を意味する新しい韓国語になっていった。
といったような歴史があります。そもそも箸を我々日本人は半島から教わったわけではない。それどころかあなた方が大好きな鍋料理っていうのはこれは日本から教えられたことなんだよというのが実は歴史の真実ということになってまいります。まあ、本当にね時代が進むに従っていろんなことが明らかになってくる。なかなか歴史はやめられまへんでって思うんですが皆さんいかがでしょうか。今回は縄文人は鍋料理が大好きだったというお話でした。ありがとう日本。ご視聴ありがとうございました。